島野です。今日もビットコイン、リップル、ネム、イーサリアムのチャート分析をしていきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨のチャート分析や株、そして社会経済の話を毎日配信しておりますので、投資に興味がある人はお金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてみてください。はい、今日藤原大学の動画では、お金が貯まらない人の特徴ということで、ついに10個目になりました。今回は、〇〇が多い人ということで、〇〇が多いってなかなかね、お金が貯まりにくいよという話をしています。このチャンネル見ていただいてるね、お金を増やしたいというね、考えがある人はぜひね、藤原大学の方のね、お金の動画も、見てみてください。はい、今日もね、仮想通貨ニュースを読み上げてから、イーサリアム、ネム、そしてビットコイン、リップルという順番でチャート分析をしていきたいと思います。はい、今日のニュースですけども、今日はね、ちょっと特殊な、記事がありまして、DMM ビットコインの記事ですね。セルザファクト、ネム&リップルってことで、ネムとリップルはね、もうすぐそのスパークとね、シンボルがもらえるっていう、イベントがありますけども、まあ、それに合わせて、まあ、2つともね、かなり急騰してきましたということで。で、特に、リップルはもうあと5日というところになっていて、ネムの方は、まあ、あと1ヶ月と1週間ぐらいあるという状態なんですけど、ネムが先に上げててね、でその後リップルが、11月ぐらいから急騰してきて、で、今まあちょっとね、まあレンジ組んでるというか三角持ち合い状態でまあ推移してる状態なんですけども、24時間ボラリティってことで、24時間のねボラリティがね書いてある、あるんですけど、まあ、各コイン主要なコインが、まあ、この黄色、平均値が黄色だとすると、ネムがね、これぐらい上昇しました。リップルがこれぐらい上昇しましたってことで、やっぱりネムと、リップルは、かなり、上昇率が高いと、ボラティリティが高い通貨になっているということでした。ちなみにこの3番目はステラルーメンですね。ステラルーメンは、リップルに基本的に相関するので、リップルがめちゃくちゃ上げたら、ステラもかなり上げるってことで、まあ、かなりね、パフォーマンスが良かったですね。私もね、7.6 円で買って、今21円ぐらいなんで、3倍ぐらいね、含み切ってる状態になってます。で、これで気になるのは、やっぱりセルザファクトは起きるのか、まあ、つまりその、オプトインが終わって、スナップショットが完全に終わった後に、やっぱりね、暴落するのかどうかってことが、ま、気になってる。まあ、気になってるとか、そういうことが書いてあるんですけど、今回そのリップルが12月12日に暴落してくるんだったら、やっぱりネムも暴落してくるんじゃないかなというね、まあ、記事が書いてありました。それについてはね、私もね、やっぱ生きた通りね、短期ではまあ調整するかなと思ってます。リップルも、スナップショットが終わる12月12日の、午前9時、から、やっぱり一旦売られてくるんじゃないかなと思ってます。で、売られてくるけど、まあ長期的にはもちろんリップルは、まあ100円とかね、まあ400円とか1000円とか、まあそれぐらい行ってもおかしくないかと思うんですけど、長期的にはね、一旦下がるのかなと思ってるので、私はもう多分ね、一旦リップルは、まあ、短期の玉はまあ売るかなというふうに思ってます。リップルがそうやって暴落してくるんだったら、多分ネムの方の同じように1月14日に暴落してくるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、今日の記事がプラスマイナス10でどれぐらいかっていうと、プラス5ぐらいにしたいと思います。まあ、セルザファクトについてね、かなり気になってる人も多いので、まあ、そこについて言及してくれたのは良かったのかなというふうに思ってます。はい、じゃあね、イーサリアムのチャート分析からいきたいと思います。今日がね、6万1000円ぐらいをね推移している状態になってます。ただイーサリアムの方はですね、まあ、あんまり、値動きがなくて、まあ、ここで横横しちゃってる状態ですね。5万7000円ぐらいから6万3000円ぐらいのこのね、レンジで推移してるような状態になってます。で、週足で見るとね、かなり強いことがわかるんですけど、週足で見てもやっぱり、一旦上かなというふうに思ってます。こういうね、チャート形状で、このね、長いヒゲ、ここがかなりポイントになっていて、一旦落ちるんだけどすぐ買われたっていう形を見ると、やっぱり一旦そのまま上に行くかなと、週足でもどんどん陽線続いていくんじゃないかなと思ってます。金額としては6万4000円を超えてくると、結構強いね上昇、ここ6万4000円ですけど、ここを超えてくると、まあ、いよいよね8万円とか9万円ぐらいを目指して上昇してくるんじゃないかなというふうに思ってます。イーサリアムね、あんまりレジスタンスラインがね6万5000円ぐらいの後がそんなになかったので、結構ね急騰してくる可能性あるかなと思ってます。リップルとかネムとかが落ち着いてきてね、一通りスナップショットとかね、新しいトークンの付与とか終わって、ネム、リップルの短期的な、まあ、バブルみたいなのが終わって、その次はまたディファイのね、ブームみたいなのが来て、イーサリアムが上がるみたいな、まあ、そういうストーリーも描けるかなと思ってます。まあ、基本的には、まあ、買い目線でいいかなというふうに思ってます。はい、じゃあ次ネムですね。ネムが今日25円ぐらい推移していて、あんまり値動きがない状態になってます。
ネムもね、ちょっと一旦調整のターンなのかなという形します。こういう形のチャート形状ですね。日足です。日足でこういう形のチャート形状なので、要するにグングンでついてるんですけど、まあ2日連続で陰線の状態ですね。一時期29円まで行きましたけど、まあ今ちょっと調整に入ってる状態ですね。どこまで落ちるかっていうと、まあ23円ぐらいのところ、ここ、ね、この一旦ね、高値つけたところ、ここぐらいがやっぱり今調整のポイントになってきて、まあその辺で反転してくれれば、さらに上目指せるのかなというふうに思ってます。あとは、11月の19日ぐらいから引ける上昇トレンドライン。それにタッチもまあ大体23円ぐらいになってくるんじゃないかなというふうに見てますので、こういうね、こういう上昇トレンドライン。まあそこがちょうどね、まあ日付的には落ちてくるとすると、この辺ね、23円ぐらいになってくるので、まあ買え、もしまあ NIM を今から買うんだったら23円ぐらいが買い場になってくるのかなと思ってますが、まあ、私の調査さんは多分もうNIM が数円ぐらいだった頃から買ってると思いますので、私もまあ平均しておく段階で、まあ、ちょっと遅めに買ったんですけど、10円ぐらいなので、10円ぐらいで、仕込めた人はまあ引き続きね、そのショートまで買っちゃうといいかなというふうに思ってます。そうですね。はい。NIM は以上です。で、ビットコインですね。ビットコインが今202万円ぐらいを推移しています。地上げ状態ですね。こういう形のまあ三角持ち合いなんですけども、三角持ち合い上にブレイクしたので、私も昨日言った通りロングしてますね。このね、198万ぐらいからロングしていて、今含み益が3、4万ぐらい出ている状態ですね。まあ、基本的にはまあ上見ていいかなと思ってます。ただ2万ドルってところがね、ここの2万ドルってところが3回タッチして、超えなかったので、次2万ドルを挑戦して、また落ちてくるんだと、一旦ね、大きな挑戦を迎える可能性があると思ってます。大きな挑戦を迎えるんだったら、やっぱり150万ぐらいのところ、25% 戻しぐらいのところは、まあ、現実的にはあり得るかなというふうに思ってます。150万とかね、2019年の最高値なので、結構強く意識されやすいので、それぐらいの調整は、まあ、見といた方がいいかなと思ってます。この辺、2019年の高値。25% 戻しぐらいだとビットコインだとまだ全然アマチュアなんですよね。ビットコインって一番落ちてくるとき30何パーとか 40% とか落ちてますので、150万ぐらいのね、大きな暴落は、まあ全然なんか、悪いファンダとか起きたら暴落する可能性があります。あとは株がね、かなりどんどん今急騰してる状態なので、株も急にね、ストーンとね、大きな調整を迎えたらビットコインもバーッと売られてるっていうね、可能性もありますので、まあ、その辺も含めて、まあちょっと2万ドルをちゃんと超えられるかどうかでビットコインはちょっとね、しばらく、落ちるのか、2万ドル超えてさらなる爆上げになってくるのかっていうのが決まってくるかなと思ってます。ちなみにね、週足の RSI はまだ84なのですね。なのでまだ変わりすぎ、週足ではかなり変わりすぎで、日足レベルだと63まで落ちてるので、一応まだ日足では変わりすぎじゃないけど、週足では、まあ、超変わりすぎなので、まあ、一旦例えばまたね、206万とか、まあ、2万ドルぐらいにつけるんだけど、ストーンみたいな、ね、落ちる可能性はまあ、あるかなというふうに思ってます。まあ、あんまり楽観視できないので、なので私も今持ってるロングは、まあ、2万ドル弱ぐらいのところ、1万9900ドルぐらいで、まあ、謙虚に利確したいかなというふうに思ってます。で、その後はまあ様子見ですね。まあ、三角持ち合いはもう終わってるので、まあ、2万ドルに超えるんだったらさらにまた追加でロングしたいけど、超えないんだったらそこでリグって、まあ、今度は逆にショート入れるとかね、2万ドル以下ぐらいのところでショート入れて、今度また、結構な暴落があると思うので、1万9000ドルとかね、1万8500ドルぐらいまで、ショート狙いたいかなという形で思っております。はい、じゃあね、ビットコインは以上です。はい、じゃあ次リップですね。リップルは比較的他の通貨に比べたらまあちょっと強い値動きしてます。やっぱり、スパークトークンのね、付与がもうあと5日までになったので、まあそろそろかなと。まあ、そろそろ強い爆上げが来ても最後の爆上げ、あのスウェルの直前みたいにね、じわじわ上がっていくようなね、相場になってくるんじゃないかなというふうに思ってます。で、今はチャート形状的には三角持ち合いなので、上に行くか下に行くかわかんないですけど、まあ基本的にはかなり急上昇してから三角持ち合いなんで、まあもう一発ね、かなり強い急上昇があってもおかしくないかなというふうに思ってます。で、三角持ち合いを上抜けてきたら、かなり強い上昇になるかなと思ってるんですけど、下に抜けたら、いよいよ48円とかね、場合によっては34円とかね、それぐらいまで落ちてきてもおかしくないと思ってますので、まあ、これ、私のチャンネル普段見てる方はもうすでにリップル持ってると思いますので、まあ、それをまあ、しっかり、まあ、スナップショット、まあ、どこでやるのかっていうのは皆さんにもお貸ししますが、ちゃんと最初から 15% をね、12日にもらいたいんだったら、
海外のウォレットでやるしかないかなと思います、オプトインはね。ただ、別にそんなに、もともとその 15% 最初もらえて、24ヶ月から36ヶ月かけてじわじわもらえる形なので、別に早くもらうことに急いでないっていう人は別に国内の取引所で持っといて、まあ、スパークが上場するのは今祈ればいいかなと思います。最悪スパークが上場しなかったらもらえないって可能性もあるんですけど、私は多分それはないかなと思ってます。コインの上場がダメだったってことは今までなかったはずなので、日本の国内の取引所が。スパークが上場できるという認可が降りて、いつかはもらえるけど、12日時点ではもらえない可能性が高いのかなというふうに思ってます。はい。なので、基本的には、このままスナップショットを迎えて、12日ぐらいのタイミングで、まあ、売るなり、まあ、まだガチをするなり、まあ、選択はいろいろあると思いますが、まあ、一旦まあね、売ってしまってもいいのかなというふうに思ってます。スナップショットが終わればですね。その後どれぐらい落ちてくるかっていうのは、この後どれぐらい上げるか、もしくは下げるかによってかなり変わってくるかなと思います。ここ三角持ちで割れてくると結構厳しい価格帯まで落ちてくる可能性があるので、さっきのこの48円ラインとかね、34円ぐらいまで落ちてくる可能性はまあ十分にあると思います。で、ここからまた爆上げしてきて、100円、105円とかね、それぐらいまでなるんだったら、まあ調整するって言ってもまあ半値戻しとか、6割戻しとかで、調整するって言っても50円ぐらいで止まるとかね、40円ぐらいで止まるとか、そういうことになってくる可能性はあるかなと思ってます。はい。リップルはね、引き続き、まあ、スパーク欲しいんだったら、まあ、全力で今買った方がいいかなって思ってますので、まあ、まあ、買えてない人は、まあ、買ってもいいんでしょうけど、まあ、ちょっと、正直タイミングとしてはもう遅すぎるかなって形ですね。もう、この辺で確か買ってる人たくさんいると思いますので、25円とか20円とかで。私も25円で買って、74円で売って、52円で買って、68円で売って、66円でまた買い直したみたいなのね、やって、もう回転させて枚数めちゃくちゃ増やしたので、基本的にはもう、スナップショットがある時まで、ガチョウっていう形で見てます。はい、そんな形で今日もチャート分析をしてみました。今日の動画が役に立ったという方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンをお願いします。そして動画の説明欄に私がおすすめしている仮想通貨取引所を紹介しております。日本の取引所であればコインチェックとビットバンクがおすすめです。コインチェックは日本の取引所の中で最も取り扱いコインが多いというのと、ネームのね、シンボルトークンの付与を表明しているので、ネーム持っている人は必ず登録しておいた方がいいと思います。そしてビットバンクはすべてのコインで差し値取引ができるというのと、スパークトークンの、ね、付与も、ね、表明しているので、まあ、リップル買ってる人はビットバンクは必ず登録しておいた方がいいと思います。そして、日本の取引所ではないマイナーのコインもトレードしてみたいという方はバイナンスがおすすめです。そして、FX も挑戦してみたいという方はバイビットとオーバービットがおすすめなので、ぜひ登録をしてみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。藤丸でした。また明日。この動画の説明欄またはこちらの QR コードにある私の LINE 公式アカウントでは、株や仮想通貨そしてお金に関するお得な情報を見つけたら配信しておりますので、ぜひ友達申請をしてみてください。そして、Twitter や Instagram についても、やっておりますので、この説明欄のリンクからフォローしてみてください。チャンネル登録はこちらから、そしておすすめ動画はこちらです。最後までご視聴ありがとうございました。藤間でした。